韓国俳優イジフンが、ドラマの出演料問題をめぐって前所属事務所の G3 クリエイティブに告訴されていたことが分かった。14日、放送会によると、G3 クリエイティブは最近、イジフンに対して虚偽内容ルフなどの容疑でキョンギドナムヤンジュ警察署に告訴状を提出し、警察は調べに着手したという。G3 クリエイティブ側は、イジフンが今年4月に放送を終了した KBS ドラマ月が浮かぶ川の放送終了インタビューで前所属事務所で1年6ヶ月の間に3本のドラマに出演し、出演料が支払われていないといった部分を問題としている。この日、G3 クリエイティブ側の関係者は支払いが遅れたことはあったが、すべての支払いを完了した。内訳があるにもかかわらず、1銭ももらえなかったというように言ったので、事務所のイメージが大きく傷つけられたと主張。これに対してイジフン側は残念だという立場を示した。イジフン側の弁護士はインタビュー内容はその時に出演料が支払われなかったという趣旨だった。したがって虚偽内容を述べたことはないと反論。さらに現在、警察に告訴資料を要請した状態で、事案を確認次第、対応するつもりだと述べた。イジフンも前所属事務所の主張と違って、まだ受け取っていない出演料が残っているのは事実だが、それとは別に全額をもらえなかったとは言ったことはないと当惑しているという。両者は、昨年7月に専属契約紛争で対立している。俳優イジフン。前所属事務所の G3 クリエイティブから告訴される。イジフンがテレビ番組でドラマ出演料が支払われていないといったことに対し、虚偽内容ルフなどの容疑で前事務所が南欧州警察署に告訴状を提出。韓国国会議員チャンジェウォンウジの息子でラッパーのノーイーエル、SNS で現政府の新型コロナ対策を批判で話題に。ジムなどでのテンポの速い音楽使用禁止の記事をキャプチャーし本当に一度も経験したことない国。ギャグコンサートがどうして終わっちゃったかとコメント。本日放送の FNS 火曜祭り韓国アーティストのタイムテーブル。18時半、エンハイプンドランクデイズド。19時頃、セブンティーンレディートゥーラブ。20時頃、トゥワイスパーフェクトワールド。21時頃、BTS、防弾少年団バター。